安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。9月8日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントの中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今朝方、ついに2020年のオリンピック開催地が東京に決まりましたね。すでにテレビ、ラジオ、インターネットなどでは大フィーバーですので、ご存知の方も多いかと思いますが、このニュースにつきましてはこの後さばいて日展で詳しく取り上げてまいります。さあ、そんな朝ですが、スタジオのありますここ赤坂は穏やかな感じです。雲が多くて、今にも雨が降りそうな、降らなそうな感じですね。本当に暑さが和らいで楽ですね。やはり最近は9月だなという感じです。日中のセミの鳴き声もだんだん少なくなって、夕方にはすっかり秋の虫が鳴くようになりました。なんとか厳しい夏を乗り切ったんだなとほっとしているここ数日ですけれども、天気予報によりますと、今日9月8日の関東地方は曇り時々雨、止んでいる時間が長いものの、今日いっぱいは雨が降ったり止んだりする見込みです。局地的には激しい雷雨の恐れもあります。今日の最高気温は昨日より少し高めの東京31度、横浜30度、宇都宮27度。湿度が高いため蒸し暑く感じられるでしょう。明日の関東地方は明け方まで雨が降るところはありますが、日中は回復して晴れるでしょう。明日は今日とは一転、湿度が低くなって爽やかになるため、気持ちよく過ごせそうだということです。さてさて、お聞きの皆様お気づきのことかと思いますけれども、安住さんのお声がしませんね。今日は夏休みです。先週の今頃は、私たちは名古屋駅におりましたけれども、今日はどちらにいらっしゃるでしょうか。スタジオには心強い助っ人の富山絵里アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。富山さんとそれからリスナーの皆さんと、なんとかこの年に一度の局面を切り抜けていきたいと思っておりますので、ね、皆さん一つ一緒にね頑張っていきましょう。皆さん一つよろしくお願いいたします。今日もリスナーの皆さんからたくさんメッセージをいただいて心強いばかりです。本当にありがとうございます。本当に感謝の気持ちでいっぱいなの。本当に本当に本当に、伝わるよ、でしょう。今日徐々にお話ししていきたいと思うんですがね、私が感謝するのには本当に訳があるんですよ。何ですか。えりちゃんはラジオ番組に投稿したことはありますか。投稿って、メッセージ、メッセージ送ったことないです。ないですか。はい、ないですか。ないですよね。私もこれまでなかったんですよ。はいはい、そう、いつもね送ってくださいくださいって言いながら実はなかったので、今回はねちょっとね投稿してみることにしたんです。ほう、今週どこに。あのね、まず赤江玉を玉結びから、はい、平日の午後1時から3時半までね、赤江玉緒さんがやってる番組ですけれども、皆さんご存知の月曜日から始めたんです。毎日。そうちょっと月曜から思いついたのがねそこからだったんで、ちょっとやってみようかと思って、まず月曜日を始めにしたの。カンニングの竹山さんとの日ですよね。竹山さん、はい、私いつも車で移動中にちょっと玉結び聞くことが多いので、身近な感じがしてたのでね、やってみようと思って。この日のテーマはね、ドッキドキ初デートだったんですよ。割とね書きやすそうなテーマかなと思って、自分の初デートの思い出にこうふけていたんですよね。でみんなさんのメッセージはやっぱ面白いななんて、こういう風に書けばもっといいんだなんて思ったりして、どう書こうかな、あこうかな、あかななんて言ってたら、もう番組の終わりの時間になっちゃうんですよ、あっという間に。始まってから書こうと思ったんだ。そう、いい質問ですね。玉結びはねなんかオープニングトークをして、竹山さんと玉緒さんがね、その中から
決めるですよね、うん、メッセージテーマを。だから、うん、そこで言われるからなおさら私にはハードルが高いんですね、うんうん、そうそうそう。でやっぱりラジオ聞きながらメッセージ書くのって本当難しいんだなと思って、思い出しながらラジオ聞きながら、しかもちょっと読まれそうな文章を書くっていうね、すごい離れ技なんだなと思いました。で、まあ、初日はね、うん、書けなかったけど次の日こそと思って、はいはい、はいはいはい、次火曜日です、はい、次は玉尾さんは南海キャンディーズの山ちゃんとやる日ですね。この日のメッセージテーマは私少々ねじれていますっていうテーマで、そうこの日は何とか、ね、ひねり出しまして送ったのね。それで読まれなかったのね。まあね、まあまあまだ、まあ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 、最初ですか。最初だからね、初投稿は。そうです。そんな甘くないですよと分かってるつもり。はい。なんだけど分かってるつもり、うん、今日はまあまあまあ運試しっていうかね。うん。うん、でも読まれないって思ってるのにメッセージコーナーが始まると異様に心臓がドキドキするの。すごいのもドキ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 も心拍数が上がっちゃって。うんうん、もういつもと投稿しないでアハハのほほんと聞いてる時とも全く違うんですよね、うんうん、真剣度が違う、うん、続いてのメッセージはこちらなんて言われただけでもギューって心臓が握られたみたいにこうドキ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 不整脈みたいになるわけですよ。で、まあ読まれ、まあ、当然自分のじゃないわね、うん、で、まあ、がっかりしたり、うん、であとはほらそんな期待してたんかいってこう自分にツッコミを入れたりとか、うん、あとはなんか軽くふんも分かってないわね、うん、もう面白さがと思ってプンプンしちゃったりとか、うん、まあ、そういういろんな気持ちがこうジェットコースターみたいな、はいはい、うん、ブンブンするわけですよ、うん、行ったり来たりしてぐるぐるして、はい、で挙句の果てにメール届いたのかなって、うん、携帯取り出してちゃんと送信ボックスに入ってるかを何度も確認する、ね、確認して遅れてたと、そう送ってあるんだと、うん、届いてるわこりゃと、ね、うん、そうそう、それが火曜日、うん、で水木はちょっとあの用事があって聞けなくって、うん、で金曜日、うん、この日はねあのレギュラーの小林遥香アナウンサーが夏休みたので、はいはい、ピンチヒッターに、うん、あ、ミカ、そうです、堀美香さんだったんです。その日も張り切って送りましたよ、はあ、メッセージテーマはふるさとの変化、うん、で玉袋筋太郎さんにもね気に入られるといいななんて思って、うん、ふるさと浦安のね私の変化を綴ったんですよ、うん、はい、ほうほう、内容はね、うん、浦安今でこそこうすごく整備されてこうおしゃれベッドタウンみたいに言われたりするんだけども、うん、30年前は、うん、本当にのどかで空き地がいっぱいで、うん、空き地にはこう清濁泡立ちそうって知ってる？知らない。なんか黄色い、うん、なんか草、うん、あんまりなんていうの、空き地に生えちゃうみたいな、うん、あんまり好まれない草なんだけども、うんうん、その辺の花粉とかも胸いっぱいに吸い込みながら、自転車にみんなで乗ってね 4,5 人の友達と、うんうん、でもうディズニーランドなんてこう埋め立て地の先の先にできたイメージだったんですよ、はい、地の果てまで、はい、こう自転車でパトロール、うん、巡回してたパトロールそう、うんうん、っていういい話なの。あ, あれ、うんうん、で読まれなかった。あ、残念だったねそれは。本当に思ってる。とりあえず無理だよと。うん、ちょっといい話だったのって言われちゃうとさ、まあそうだよね、なんかね、そうだね、そうそう、分かった分かった。でも、うん、水木やっぱり休んじゃったからね。あ、また今度、ね。そう、でもあ、大丈夫大丈夫、諦めてないの私は。それでまで、そう、金曜日まで行って、うん、まあまあ玉結び終了って思ってたんだけど、ええ、悲しくって、あとなんかすごい孤独感を感じちゃったので、はいはい、もうちょっと頑張ろうと思って、うん、昨日もね、うん、昨日の午後。はあ、久米宏のラジオなんですけどにも送って行きましたか。行きましたよ。こちらの、ね、久米宏さんの番組は、うん、はいはい、あのメッセージテーマが事前にオープンになってるから、うん、あと、うんうん、ゆっくり考えられるし、昨日のお題は開催地決定直前2020年のオリンピックは東京、マドリッド、イスタンブールのどこになると思いますかというものだったんですよ。そうですね、うん、これはまだほら玉結びとは毛色の違うテーマでね、うん、ちょっとかお堅い、あ、私に向いてるのはこっちだったかもしれないそれでなんかちょっとでもやっぱり思いつかなくって、うん、
小粋なメッセージが、だからまあ新聞なんか広げてみたり読んでみたりおもむろに、でもやっぱ思いつかなくて、うん、結局は、うん、まあ、自分に寄せて書いたんですけどね、うん、え、うん、自分に寄せて、あ、自分、あの、なんていうの、自分とオリンピックみたいな、あ、うん、結局送ったんでしょ、送って送った、うんうんうん、送って、うん、で番組終了時刻になって、うん、え、もう、うん、って感じ、うんうん、まだでしょみたいなね、うん、え、もう3時、うん、あ、3時かあ、うん、読まれないわけ、終わっちゃった、そうそう、それはさ、認めたくないから、もう3時っていうのも認めたくないわけ、あ、どんなメッセージを送ったか知りたい、うん、知りたい知りたい、うん、そうね、もう出す気満々だからさ知りたいって言わないとね、出した出した、ね、そう、ここ携帯出したい、うん、うん、出した出した、はい、久米さん、堀井さん、こんにちは、うん、オリンピックは3都市のどこになると思うか、ズバリ東京です、うん、私はオリンピック招致活動と自分とをつい重ねてしまいます、うん、前回までは負けても、ああ、今は時期じゃなかったんだなと早く諦めがついていました、うん、でも今回はお金も時間もかなり投資したし、うん、ぜひ東京で開催してほしいという気持ちです、うん、ここ数年子育てや仕事などでいろいろ迷いが生じた時は、うん、リスクを取る覚悟がなければ何もできないんだ、オリンピック招致だって勝てないかもしれないし、反対意見もあんなに多い戦いに一生懸命かけてるじゃないかと自分に言い聞かせてきました、うん、東京に決まったら全力で喜びます、うん、がもしダメでも無理やりそこに人生の教訓を見出したいと思います、うん、ラジオネームクラゲちゃん38歳女、クラゲちゃんだったの、うん、ダメだねダメだ、今これはダメだ、今なんか自分でちょっと硬いよね、うん、そう硬いかな、でもなんかクメテイストかなと思ったんだけど、今ね自分で読んでみて気づきました、はあ、意味がよくわかんない、うん、抽象的だし、そうだね、うん、これはダメだな、でユミちゃんじゃなくても書けちゃう感じ、あ、なんかそう、うん、恥ずかしい読まれなかったメッセージを自分で読むっていうね、発表しちゃったからね、でもね、そっか、そうね、うん、そうね、そうね、本当、うん、赤っ端ですよでもね、そうそう、またね、クラゲちゃんちょっと、クラゲちゃんちょっとね、それでね、クラゲちゃん諦めが悪くって、うん、最後の最後のもう一つのチャンスにかけたんですよ、うん、え、何、 まだあったの、ね、日曜の早朝今朝よ、今朝、あ、はい、TBS アナウンサー吉田明夫さんのプレシャスサンデーがありますね、こちらメッセージテーマは今日は、うん、まだまだ聞きたい夏ソングリクエストだったの、おー、だからもう早々に昨日の夕方のうちに、はあはあ、もう1時間ぐらい全力で考えてリクエストを送っていた、早めにね、全力で、そう、うん、まだまだ聞きたい夏ソングはエリちゃんだったら何になりますか、まだまだ聞きたい、そう、サザン、サザンね、うん、まあ、夏の果実とかね、うん、すみませんね、いっぱいあるよね、ありきたりり波乗りジョニーとかね、うんうんうん、そうそう、本当いっぱいある、うん、あとはやっぱし、うん、少年時代とかね、井上陽水さんのね、 あとは夏の終わり、夏の終わりとか夏の夜の夢とかね、なんかは本当に、うん、きっとオンエアされるだろうなとは思ったの、うん、だけど、うん、多分リクエストする人もいっぱいいるから、うん、クラゲちゃんからのリクエストでって、うん、言ってもらえるかが分かんないじゃないですか、倍率が高いからね、だからこうスタンダードナンバーすぎない、うん、すぐにはみんな思いつかないんだけど、うん、でもマイナーすぎないマニアックすぎないっていう微妙な線を狙って送んなきゃいけないと思ったんですよ、考えたね、うん、あと吉田明夫アナウンサーの趣味とかもネットで検索しちゃう本当にそう、いや、意外と洋楽が穴場かなとか思ったりしてね、シルビーバルタンとかね、うん、サザン、ケツメイシ、アイコ、ポルノグラフィティ、うん、なんて言って、でも結局、うん、あのこれだっていうのにしたんですよ、ひまわりっていう曲知ってますか、ひまわり、うん、あの前川清さんと福山雅治さんが、まあ、福山さんが前川さんに楽曲を提供して、まあ、お二人とも歌ってらっしゃるんですけど、
その曲がまあすごい好きだから私は、うん、特に前川さんの方が好きなんだけど、うん、プレシャスサンデーは早朝だから福山さんの方かなーなんて言って、うん、福山雅治のひまわり書いて送ったの、うんうん、出しました出しました、はい、で今朝番組がスタートしましたよ、うん、5時に、うん、1曲目、うん、荒井由実バンカ、うんうん、これはまあ夏のソングって聞いてたけどバンカね、うん、1曲目からバラードできたねそうそうなんて思ってるうちにここに速報が入って、うん、2020年のオリンピック東京に決まりましたっていう、うんうんうん、本当にリアルタイムで来て吉田さんがやった嬉しいですね本当にもうドキドキしながら今放送してたんですよなんて言って可愛いなと思って、うん、はい。でもこっちはまだ選ばれてないからねと思ってまだ戦いは始まったばっかりだよと思いましてね、うん、次に来た曲が近藤昭久さんの愛、うんうん、なんかよく知らないなとすいませんね近藤さん申し訳ない、はい、そうそうちょっとね、うん、私あの勉強不足で本当に次に井上陽水さんと安全地帯の夏の終わりのハーモニーが来た なるほどそうああと思って5時台はこの3曲で過ぎてしまったの、うんうん、まだねあるまあまあまあ、まあ、想定内、ね、想定内よ、うん、そう、まあ、ひまわりはこう 日がね、うん、昇ってから聞きたいよと思って、うん、ちょっと朝早すぎたね、いいの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 6時台前半は子ども音楽コンクールがありまして、はい、子どもたちによる合唱と合奏が入ります ね、そうですね。で次にかかったのがチューブのシーズンインザさん、これはね悔しかったですね迷った曲のうちの一つだったから、そうなんだ、うん、でもやっぱりベタすぎるかなと思って見送ったの見送った曲だったから、かかったけどね、まあまあいいやいいやと思って、はい、で5曲目がサーカスのミスターサマータイム、うん、で6番目が真心ブラザーズのサマーメイド、うん、いいですねいいですね、うん、そうでもこうミスターサマータイムなんてサマーヌードってサマーが続いちゃってもう、ね、あらあらと思ってそんなわけで6時台も過ぎちゃったわけ、ひまわりはかからず、そして7時台は三輪明宏さんバラ色の日曜日があって、その後かかったリクエストが五大吾の銀河鉄道39、うん、8曲目ツイスト燃えろいい女、うん、9曲目矢沢永吉時間よ止まれ、うんうん、なかなかこう大人っぽいチョイスも来たからね、うん、ひまわりもいいね、そろそろかね、うん、で10曲目が山下達郎さんのラブアイランド、うん、かかんないなひまわりがここでまあ吉田明夫ちゃんが、うん、日本にいてもねこの山下達郎さんのラブアイランドを聞くと南国にいる気分になりますよねなんて言って、うん、そうかなもうなんかこうケチつけ始めるっていうのは心がすさみ始めた証拠なんですよ、ね、普段ならね、うん、そういう捉え方もあるよねって思えるところが何か当たりたい気分になってるわけ7時台もそんな感じで流れちゃってかからなくて、いいのいいのと、もう8時台なの最後の1時間なのよと思ってさ、そしたらここで11曲目にパーシーフェイスオーケストラの夏の日の声がかかりました、次にザ・ビーチボーイズのココモがかかりまして、あら洋楽が来たね来たねと思って、なんか急に洋楽で攻めてきたんだと思って、なんか やけに焦っちゃって、もう今更どうにもならないんだけど、まあ、でも理想を言えばひまわりはねこうしっとりとした大人のひと夏の声を歌った歌だから、鳥でも鳥とかでいいのよ、うん、結構狙ってきたそう、うん、最後最後最後でいいよと思って、うん、そしたら13曲目に桑田佳祐さんの祭りの後、いいですねいいですね、儚い寂しさを感じる、で14曲目に小泉今日子さんの渚のハイカラ人形であげてきた、はい、で最後は最後は最後来た井上陽水さんの少年時代が来ましたあそうか、2013年の夏私のひまわりは咲かなかった咲かなかった咲かなかった、まあ、選ぶ人のね好みとかもあるもんね、そうあのねそうそうそれよ、うん、もしかしたら万が一万が一、うん、プレシャスサンデーのスタッフは、うん、ひまわりという曲をね知らないのかもしれない、そうかもよ本当、名曲なんのよ。かもよ。そうかな、そうね、うん、っていう、まあ、ありえない理由で自分を慰めるという、ことでした。そうだったんだ。そうだったんですね。
でもね、クラゲちゃんいつか読まれる日を、クラゲちゃんね、お祈りしてますわ。本当です、うん、まあね、今週ちょっと投稿ウィークを私やってみただけの新参者ですけども、うん、改めて毎週送ってくださる方に感謝の気持ちでいっぱいになりましたね。本当に気持ちがね、本当に分かったでしょうね。分かったですね。いつも放送終わってからたくさんいただくメッセージを全て読ませていただくんですけども、応援、うんうん、されなくても、うん、されなくてもされなくても腐らずにこんなにまめに送ってくださる方たちのメンタルは実に強いなって思った。それにやっぱりそう、でもね、まあ投稿上級者にはこんな感想は何を今更って思うかもしれないけど、うん、やっぱり、うん、メッセージを送ると番組に一喜一憂する楽しみがあるのでね、うんうん、まあ何も送らないサイレントリスナーが割合としたら 99% ですよね、うん、ほとんどの方がそう、いわゆる私はそういう普通の人たちが自分に近い気がして、うん、まあ、もちろん大好きで、あの大好き、投稿してくださる方も、あの黙ってる方も大好きですけども、うん、ぜひね、この送ったことのない方にはエリちゃんも含めこの心臓がギュッとつかまれる感じをですね、味わっていただきたいと思いました。よし、結構手軽に、恋愛に一喜一憂する、うん、あの甘酸っぱい感じを味わうことができます、うん。チャレンジしてみる。本当？うん、してみる、うん、そう、分かんないからラジオネームで送っちゃえば、そう、ね、そう、恥はあの黙っとけばね、そうだね、そうだね、読まれるまでやってやるねえ、はい、というわけで心して一枚一枚大切に皆様からのお便りを紹介してまいりたいと思います、ね、はい、はい、というわけで今日のメッセージテーマはこちら、サプライズ。八王子市の夢はお花屋さん、37歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。以前友達の誕生日サプライズを計画しレストランを予約しました。食後に誕生日ケーキをお願いしたところ、音楽と照明で演出してくれるとのことで私も期待していました。食事を進めていくうちそろそろかなと思った頃、照明が少し暗くなり、ハッピーバースデーの曲とともにケーキを持った店員数名が歌いながら登場。誕生日の友達もと嬉しそうな顔、他のお客さんたちもアルコールのせいか拍手をしたり、どこの席とキョロキョロしたり歓声を上げ始めました。しかし歌う店員たちはなぜか私たちのテーブルとは違う方向へ。そうです、その日そのお店には誕生日サプライズをした組が3組もいたのです。私たちは2組目でした。やはり回数を追うごとに盛り上がり度は落ちていくわけで、予約をした時教えてくれればよかったのにな。サプライズって本当に難しいですね。これは辛いですね。そうですね、3組いたらね、もう同時に行ってほしいね、うん、同時に行ってほしいね、うんうん、こういうのでも苦手。あ、本当、うん、あ、ゆりちゃんもサプライズ苦手。恥ずかしくない、なんか恥ずかしい。してあげる方は、うん、どっちもやだ。やっぱいるよね、サプライズ苦手派ね、うんうん、そうだよね。まあ嬉しい方もね、もちろんいるから成り立ってるんでしょうけど、そうですよね、私は結構ですんで。了解。北海道苫小牧市の生徒会長吉田さんからいただきました。17歳高校2年生の男子です、ありがとうございます、学校を辞めると言っていたクラスメートが結局辞めずに戻ってきました。お前ら騙されただろう、俺は辞めてないぞ、サプライズだと言ってました。サプライズの使い方はしっかり考えるべきだと思いました。おしまい。本当だよ、気まずい。勇気出して戻ってきたんだろうね。でも本当はやめ、本当に辞めるってはずだったんでしょ。一回退学するって言って、うん、みんなそんな雰囲気になってたんだろうね、うん、あるよね、送別会したのに、うん、あ、戻ってきちゃう系ね、やっぱ会社辞めんのやめたみたいな。あるあるある、それね。もう受け入れざるを得ないけどね。そうそう、はい、まあね、うん、皆さんからのメッセージ今日もお待ちしています。はい、そして番組では皆さんから曲のリクエストも募集しています。メッセージにはリクエスト曲も書いて送ってくださいね。
それでは1曲目、栃木市のラッキーエッジさん、42歳男性からのリクエスト、小田和正さんでラブストーリーは突然に。